サルティングの石山です。今日は昨日福岡のクライアントさんに行ったので、午前は資料のまとめだったり、そして、午後千葉のクライアントさんに行きたいと思います。もともとは IT のベンチャー企業でコンサルティング営業をやってまして、まあ、コンサルティング営業といっても実際には商品を営業する、まあ、ただの営業マンですけど、まあ、実際に売上数字でいくとトップになることもあったんですが、やっぱりふとまあ、このままでいいのかなっていうふうに考える時がありまして、やっぱりこうクライアントさんに、実際にこう商品の営業でしか価値を生み出せてないっていう自分に、まあ、疑問を感じたというか、やっぱりマーケティングだったり経営戦略っていうところは何も、まあ、できなかったので、それをなんだろう、もっと経営を学んで目の前のクライアントさんに貢献したいという思いがですね、ありました。ただ実際会社としてはもう新規に営業、新規に時間を使えっていう、まあ、風潮だったので、まあ、なかなかそれが実行できずに、まあ、不甲斐なさというかを自分に感じてたところで、まあ、この井の丸にですね、まあ、出会い、職を決めたという流れですね。で実際に、まあ、そのいろんな会社を見てこう、まあ、結果なぜ井の丸だったかっていうところなんですけど、やっぱり他もですね、まあ、こういうことができるよっていうふうに、まあ、かっこいいことは言うんですけど、まあ、結局、まあ、営業最終的にやっぱり求めてるというか、まあ、営業職が強いなっていうところだったので、ただ自分の目標となる、まあ、経営としっかり向き合っていくってところでいくと、まあ、井の丸しかできないなっていうふうに感じたのが、まあ、素直な、まあ、本音なところですね。僕は地域を代表するブランドカンパニーを作っていきたいと思います。コンサルティングポリシーはやっぱり売上高を成長させるだけではなくて、持続的な成長もできる会社を作っていきたいと思っています。それにはやっぱりお客様に愛され、人が輝く組織を作っていかなきゃいけないと思っていて、やっぱりいい会社は人が輝いているし、一方で衰退する会社っていうのは人が、まあ、やりがいを失っているというか、実際に弊社のクライアントの、まあ、コラボハウスだったりとか、愛媛県のコラボハウスだったりとか、まあ、長野県サンプロさんなんかはですね、やっぱりそういったところが実際にこう見ていくと、まあ、人が輝いてるし、やっぱりああいった会社を目指したいっていうケースさんも多くいらっしゃいます。なので僕はまあ純粋に、まあ、こんな会社を目指したいと、そう経営者のところに伝わるようなブランドカンパニーをやっぱり作っていきたいと思いますし、それがまあこれからこの会社でやっていきたい、クライアントの経営さんと一緒に作っていきたい未来です。僕は本物の経営コンサルタントになりたいと思います。入社1年目では全国8社ほどですね、経営者さんにコンサルティングをさせていただいて、ポジショニング戦略や集客戦略、あとマーケティングですね、その他セールススキーム、組織戦略、財務戦略など一貫してコンサルティングをさせていただいて、実際に目の前のクライアントさんを伸ばしていけるという手応えもありました。ただそんな時にある経験がですね、まあ、今も忘れられない経験があるんですけど、クライアント経営者さんから会社を縮小して事業を撤退するっていう連絡をいただきまして、まあ、その会社さんはリポジショニングをして、まあ、集客の方は徐々に伸びてきているところではあったんですけど、組織課題を抱えていてですね、なかなか売上高というところでは思うように成長ができていない会社さんでした。事業継承した経営者と、まあ、子さん社員の間に溝があってですね、変革の方向性は見えているんだけれども実行できない、まあ、そういった状況で売上が衰退が減ってですね、停滞して、まあ、先ほどのご連絡いただいた流れです、まあ、実際に、まあ、このままではやっぱり会社が衰退していくっていうところだったりとか、いい会社にするためには新陳代謝の確保もしなきゃいけない、まあ、そして、まあ、こういった会社を目指していきましょうっていうような話をですね、経営者のパートナーとして、2人で話す時間を作って、まあ、未来を描く時間を作ってはいたんですけど、でそこで、まあ、経営者が実際に前を向くっていうところまでは一緒に見えていたんですが、まあ、組織が不要不急の、まあ、踊らずと
という状況で、なかなか実行に移せずというところをですね、ありました。まあ、この原体験がですね、まあ、私、まあ、コンサルティング、まあ、人生というかコンサルティングの中で、まあ、非常に、まあ、強烈なもので、まあ、今でも本当に今後も忘れられない体験だと思うんですけど、やっぱり、まあ、勝てる戦略、それから組織を動かす実行力っていうこの2つが非常に重要だなと思っていて、やっぱりどんなにこう財務分析をして、課題、まあ、適切な課題を見つけたとしても、まあ、どんなに、まあ、ナレッジをもとに成長戦略を提案したとしても、やっぱり組織が動かないと会社は潰れてしまう、まあ、そう感じ痛感させられる経験でした。で、まあ、先ほどもお伝えしても本物の経営コンサルタントになるためにはやっぱり勝てる戦略、それから組織を動かす実行力、この2つが必要不可欠だなと感じていますし、やっぱりこれを兼ね備えた本物の経営コンサルタントを目指したいと思っています。まあ、ただこの経験がですね、まあ、今実際に他クライアントさんの成長につながっているというところも感じていますし、まあ、このままですね、まあ、経験を重ね、まあ、自分の勉強をしながらこの目標の達成に向けて頑張っていきたいなと思っています。まあ、僕もそうだったんですけど、やっぱり営業をですね、まあ、商品を売るだったりとかというところだけでいくと、やっぱりまあ30歳を超えたあたりからまあ限界があるんじゃないかなと、まあ、実際に僕自身体感したのもそうですし、まあ、いろんな会社さんを見てきた中で、まあ、コンサルティング含めてですね、見てきた中でやっぱりそういうところが あるんじゃないかなと感じてます。そうした時にやっぱりこういったマーケティングだったりとか組織戦略、まあ、成長戦略っていうところをですね、まあ、実際に経験をしながら学びながら力をつけていけるっていうのは、まあ、今後に自分のキャリアにとっても財産になると思いますし、やっぱりそういったことが実際にやっていきたいっていう思いがある人にはまあ、やっぱりチャンスがあるんですね。まあ、かつそれを生かせる環境にあると、まあ、イノマルはあると思うので、まあ、少しでもこう営業だけ営業に、まあ、まあ疑問を感じるというか、まあ、もっともっと自分の提供できる価値を発揮したいというふうに思っている人であれば、そうですね、まあ、一緒に まあ、いい会社を作っていけるようにやっていきたいなというふうには思いますね。